レバンテライオンは日本の競争は主な勝ち倉は2016年の函館二座イステークス。2014年3月23日、アメリカ合衆国にて誕生。日本に輸入され、立東トレーニングセンターの矢萩義人旧社に預けられる。2016年6月26日、函館競馬場の新馬戦に三浦光成が騎乗しデビュー。 単勝2.4倍の1番人気に押されて出走。スタート直後に鼻に立ったが、直後に3番手に控えた。最後の直線では4番手から外側に繰り出しを上げ、先に行く2番人気の SK クラウンを首差しりぞけて勝利。デビュー勝ちを果たした。三浦は、あれで差し切るんだから強い内容と振り返り、優馬は絶望的とも言えそうな差をひっくり返した年。 5点という評価を下した。7月24日、函館2歳ステークスに出走。陣営は距離を延長する計画もあったが、同じ線2 0 0メートルに参戦。レバンテラ4と同じ距離、競馬場で行われた、新馬戦を勝利したモンドキャンロが1.8倍の1番、人気。続く7.2倍の2番人気に支持された。良いスタートを切り、3、4番手に1。最後の直線にて、 早めに先頭に立つと、そこから、左ステッキが入れられた。内から迫るモンドキャンの、半馬身尻けてそのまま入選した。1分9秒2で走破し、2歳、レコードタイムを0秒1更新。後に、東京優秀を制覇するレーデオロに代表される2014年生産の競争馬として、最初の重賞ウィナーとなった。レース三日前、管理する矢作義人が、 前立腺がんの手術が行っており、入院し、療養中での勝利であった。帰場した三浦は、決勝戦に、左腕で、ガッツポーズしながら通過。レース直前に、病床の矢作から、頼むぞと伝えられ、三浦は、先生のためにも負けられなかったという。以降、KO 杯二歳ステークスや、朝日杯フューチュリティステークスに、内田博之が帰場して参戦するものの、 二桁着順であった。三歳となっても芝、ダートの重傷に参戦する者の,の二桁着順に沈んだ。小馬となると、一千万円以下に高級。しかし、相変わらず会での入選が続いた。2019年3月1日付で新規開業した、美穂トレーニングセンターの加藤氏、津八長教師の下に、手ムマやすることとなった。9月、 二勝クラスで15着敗退となったのを最後に、平地競争への見切りをつけて、障害競争に転身。6歳となった2020年1月12日に初めて、中山競馬場の障害未勝利に出走した。二戦目までは、石上小木一が起乗していたが、三戦目以降は、平沢健治とコンビを結成。障害競争五戦目となる、福島競馬場の未勝利戦で、 通算3勝目、障害初勝利を果たした。続いて、同じ福島の障害オープン競争に出走したが、全身規制を欠いて、障害手前で競争中止。その後、平地への再転向が行われ2勝クラスに、再び出走したものの敗退した。その出走を最後に、11月4日付で、JRA の競争場登録を抹消。 兵庫県競馬組合の西脇馬事公園の長男、和弘旧社へ移籍した。地方競馬では、兵庫競馬で4戦、続いて、高知競馬に移籍して2戦したが、いずれも着外に終わった。さらに、佐賀競馬に移籍するが、出走予定だった2021年3月27日の、陣長下賞への出走を取り消し、同日付で競争馬登録を抹消した。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。